多少ちょっと一部ちょっと私目当ての人もいそうだということで、じゃあまあちょっと名前出そうかなみたいなね感じでちょっと画策しましてですね、すみません、大先生とか私のですね本を読んだっていう人どれぐらいおられるんですかね。本を読んだ、ああなるほどね、そうですね。じゃあ高先生かもしくは代理店さん塾長の勉強会に行ったことがあるって人、ああまあまああんまりいないですね。なるほど。竹田陽一の教材を10万円以上持っているって言ってる、あやっぱ少ないですね、ほとんどねいないですね。なんか何千円かのやつ、でもなんかまあ一筋以上なんか持ってるって人います、教材系 DVD、CD 系、おわあまああれですね。いやあのね時代がね竹田陽一に吹いてきてますよね今勉強方法がいつの間にか CD、DVD、音声ファイルで勉強するような感じになってきてるじゃないですか。いつの間にかあの東京であのオトバンクって知ってるって人、オトバンク、あまだ知らないですね。カタカナでオトバンクで検索してみてくださいよ。いわゆるその頭が良くない人向けのあのなんとね今毎日出てる本をそのままもう音声ファイルにして売ってるんですよ、音声ダウンロードで。うわすごい、まだね20代、もうそれ見つけた時にびっくりしましたね。すぐ社長にメール送ってたらまあ一応ああ竹田先生の人ですよね、竹田先生じゃないけどまあ絡みの人間よみたいな感じでね、まあ当然やっぱ向こう知ってましたけど、お前すごいことやるねみたいなことね、もうまああの勝間和代さんあたりがですねこう自転車乗ってなんか変な格好してほら iPod 聞きながら勉強するのが一番大事だみたいなことを言い始めたじゃないですか、まあ、あと神田正則さんあたりも音声そういうのは勉強大事よみたいなねまあ言い始めて、まあ高先生はもうそれもう30年前からやってたわけですよね。うん、あすごいなっていう感じですね。で私が別途勉強してるさっき の, あのナポレオン朝とかですね昼とか、SM がどうのこうのとかですねそれで自己啓発系は実はもともとブライアン・トレイシーさんとかああいったやつも実はあの、まあ、アメリカから入ってきてますけど、いわゆるテープ CD 学習をしましょうっていうのをずっと30、40年前から50年前からそれずっと日本でね進めてたんですけど、ああそういう私も実はですねいつの間にか今もう CD、DVD 聞くのがもう一番楽しい、楽しいですね、楽しいっていうか、まあ、どんどんやっぱ入ってくるんですよ。で私もね本はねダメ系なんですよ、もう大体1回でもダメですね。そうか CD、DVD は何回も聞けるでしょ。であれがねやっぱりねよくわかんないですけど、そのマーフィーのあの眠りながら成功するみたいなね、あのやっぱそういうのがあるんですよ、やっぱ右脳に入ってくるっていうかですね、ですから私も私の師匠は、まあ、経営戦略では竹田陽一で、やる気系があの田中真澄さんっていうですね、まあ、そっちの成功哲学系の講師がいまして、まあ、そのお二人が私の師匠なんですけども、まあ、徹底的にモデリングをしてましたですね、パクリですわ、本教材全部買ってそれを実はずっとも聞いてます。3年前世界一周1年間行ってる時も実は2人とあと一風堂の社長と誰のやつかな、あ日本電産長森さんのやつとかですね、あとは、まあ、成功哲学のマイヤーさんの非常にいい無料音声ファイル、人生成功の鍵は目標設定にあるっていう、こうただで配ってるすごくいいやつがあるんですよね。あの辺とかそうですね、ワタミの社長の講演とか20本ぐらい音声ファイル IC レコーダー入れてですね、実は世界一周しながらずーっとこう聞いてたんですけどね、これがねやっぱりね出るんです、普通にもう考えずに出ますね、私も一応講演業やってますけどね、前はレジメずっとこうがないとダメだったんですけども、まあ今日はまあちょっとだけ後で話すかもしれないです、アジア戦力がどうのこうのとかそういうのが考えずにも出るようになったんですよ。これぐらいから調子がすごく良くなってきましたね、ですからさっきのあれですよ、動物脳かなんか分からないですけど、あそこの脳に多分ねちょっと 入ってきてるんですよね、ですから繰り返し学習っていうのが、やっぱすごいっていうのが、最近になって分かってきました、ですからねあの速読とかねダメですね、あんなもんは
何がそのなんかみかんをこう浮かべたようなくせに、ね、なんか集中してどうのこうのね。っていうか、いやいや、まあ、あれ半分以上私認めてるんですけどね、あれはあれであるなとは思うんですよ。あるけどですよ、そうだ なんかあのドラッカーさんの本なんかですよ、速読したことがあるっていう人、あ、ドラッカーの本を読んだことがあるっていう人、おー、そうですね、じゃあ5冊以上読んだっていう人、あ、もう一気に少ないですね。なるほど、まあその同じ本をドラッカーさんの本を10回以上読んだっていう人、お、20回以上読んだって人は読んでないですね。まあ私も5冊持ってますけどね、1回っていうかまで目次でも寝てますよね、ドラッカーの方は。なかなかやっぱりこんな仕事だから本当はね、やっぱ男性ぐらい50回100回ぐらい読むか聞くかしないといけないんですけど、私はもうすいません、もう捨ててます、ドラッカーがちょっと合わない。その代わりは師匠が500回1000回聞いて、それを自分の、教材とかに、実は武田洋一ってあの日本一のドラッカーはパクリ人間ですからね。いい、本当の話ですよ。それをこう中小企業向けの中に入れていってるんですよ。ですから福岡であのドラッカーコンサルタントの藤谷っていう、藤谷真嗣って知ってるって人いますかね。お、有名になってきましたね、藤谷さんもね。4人もいますね。まあ、あの人は、ね、今5社仏壇の長谷川とか日本タングステンとか担当して、毎月今250万円もらってますからね、えらいもん稼いでますけど、ドラッカーをたまたま福岡大学大学院社会人留学時代に100回以上やっぱ読んだ、卒論に選んで、でそれもうそれしかなかったと、もう 40も過ぎていたんで、ドラッカーにかけようと、ドラッカーのことも中小企業向けに分かりやすくじゃやってみようということでやっていったら、まあ分かりやすくこう話せるようになったと、指導もできるようになったというふうになったんですけど、でまあこの前実は私の事務所で、まあドラッカーとじゃあ、ね、武田ロンチェスターのことをお互い話そうぜって、で3時間話したんですよ。結論は同じやねって言ってなったんですよ。言い方が違うだけで、ちょっと言葉が違うだけでですね、まあ彼らなんかも自分が言ってるのは独自化コンサルタントって言いますよ、差別化コンサルタントって言ってましたね、まあそんなの戦略の基本なんですけども、ああまあやっぱり基本同じなんやなと、でよう考えたら、ね、武田一先生はドラッカーを日本一勉強してるからですね。そういったいいところも、結局入ってきてんだなと、思いますよね、でまあそういったドラッカーとか難しいのはダメな人が多分あれ買ってるんですかね。もしドラッカーが高校野球の女子マネージャーだったらっていう、あの本を読んでしまったっていう人、ああまあまあいますね。大変先生知ってます、もしドラッカーが高校野球の女子マネージャーだったらっていう本、知らないですか。31万部まだ最近出たばっかりです。昨日アマゾンエリスの土井さんがメルマガで驚きですと、もしドラ、もしドラって言うんですよ今、もしドラッカーが高校野球のマネージャーだったら31万目いってしまいましたみたいなね、書いたのは放送作家なんですよ、なんだトンネルズとかああいった番組を作ってる脚本を書いてる、秋元康っているでしょ、有名な歌詞、作詞家兼放送作家、おにゃんこクラブとかも作った人ですけど、プロデュースした人です、その弟子っていうんですね。だから、ね、悔しいと思いますね先生、全くど素人ですよ、単なるお笑い構成作家、まあが、まあ、ドラッカーが書いたからある意味では一般大衆に受けたっていうことですかね、まあ私はまあ悔しいから同じビジネス系の作家としてですね、立ち読みだけで全部読みましたけどね。誰が買うかと、お前なんかに印税落とすかみたいなね感じですけど、それ今度福岡で講演するらしいですけどね、集客が集まってないっていうことで私の方に集客手伝い依頼がこう来ましてですね、断りましたけど私勝手にやるねみたいなね感じで、無料でやるとか言ってたけど、まあ、意外に集まんないらしいですけどね。でですね、今日は
意外にあれですかね、ちょっと経営戦略、まあもうマスター、私以上にマスターしてる人もね何人かこうもういますけど、大半は、ランチェスターの経営戦略も